はい、アサシンクリードオデッセイ続きやっていきたいと思います。レベル56に上がっております。で、前回パート以降ね、ミロス島の攻略を進めてまして、イドラも行かなきゃいけないなと思ってたんですけど、ちょうどね、ミロスの、なんかオリンピック的な、なんか戦闘、なんか50人で戦うっていうバトルロワイヤル的なやつがあって、最後に生き残ったのが、勝利を収めるみたいなバトルがあったんですけど、それの関連で、イドラの方に、まあ、勉強会みたいなの行かなきゃいけなくなって、結局、イドラもね、攻略してきました。で、この二つで一つのクエスト、大きなクエストがあって、まあ、探索も結構楽しかったしね。うん、面白かったです。あと、それに伴って、コスモス、モント、この辺に湧いたりしてね。で、それで、ここはちょっとマップがね、もう削って、探索済みって感じになっております。で、今回パートは前回、最後に言ってたように、愛しの故郷、これをやっていこうかなと思って、ここに船を呼んだとこで、ゲーム、ちょっとやめたって感じですね。あと、船の方も、結構ね、お金のある限り、強化頑張ってやってました。そんな感じで、こんな感じになってます。あ、この辺まだちょっとね、素材が足りるね。足りるけど、あんまやるとね、結構な金額だから、ちょっとやっていこう。はい。はい。まあ、そんな感じで、あと、この女性、ロクサーナ。ロクサーナが、そのね、オリンピックみたいなところで仲間になったキャラクターになります。イドラでね。はい。まあ、そんな感じでやっていきましょう。目的地に向かって出航しましょう。出航に備えろ。よし、行くぞ。まあ、ちょっと距離があるからね。時間かかりますけどね。行きましょう。だいぶ近づいてきたけどね、そこのちょっと浅瀬が気になるな。そんな感じでちょっと今回ちょっとここ寄ってこう。何もないのかな。いますな。でもなんかクエストの関連で来なきゃいけない的な。あ、猟犬か。猟犬だからなんか人、あ、なんかロケーションありますな。まあ後ほど来ますか。まあ目的地までカットします。なるほどな。バルナバス怪しいんだよな。はい、まあそんな感じで着いたな。あそこのとこまで行きましょう。はーい、じゃあ到着ですな。ギセイオンの村。よし、ギセイオンの監視塔。はい、まあそんな感じで、コスモスの門とこんな感じまで進めております。録画外でちょくちょくとねやっておりましたけど、うん、これ以降がこことかさ、この辺の関連だったりするんだよね。この辺でクエストこなせば明らかになる情報みたいなね。そんな感じ。ラコニア到着しました。戦士の谷ということで。まあ、お話ししましょう。はい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 。ああ、無事でよかった。航海は順調のようね。俺の命を狙ってないのはポセイドンくらいかもな。テラには言った？彼は見つかったの？ああ。何か言われた？別に。俺の出生のこととやるべきことを聞いた。すべてを知ったのね。すべてじゃないけどな。父親じゃない。俺はただの武器だ。そんなことないわ。あなたは愛されて生まれてきたのよ。
また一緒にスパルタの地を踏めるとは思っていなかった。本当にね、ようやく到着しました。スパルタには恨みしかないと思ってた。でもこうしてみるとケファロニアよりずっと故郷だという気がする。スパルタは私たちの故郷よ。でも平穏に暮らすためには傀儡の王を何とかしないと。昔の家はどうなったんだ？私が去ってもニコラウスは残ったの。でも彼がいなくなった今はわからない。確かめに行こうか。ええ、でもその前に見せたいものがあるの。何母さん。お、めっちゃ走り出した。行きましょう。いやー、ワクワクするな。今日晴れでよかったね。なんかクエストやってる時さ、録画外の時めっちゃ雨が降ったり雷鳴ったりで、もうすごかったんだよね。突然だな母さん。この景色よみたいな。ここであなたに初めて槍を教えたわ。ああね、1話2話でありましたよ。ためらいは死を誘うのみ。ああそうだな、それ言われてたんだよな。覚えていたのね。おかげで死なずに済んだ。そうなんだよ。あなた夢で怪物と戦うって槍を手放さなかった。寝静まってからよく取り上げたものよ。相手はケルベロスだったからな。うん、いるのか本当に。子供たちが噛みちぎられる。助けないと。アレクシオス待って、手を出さないで。ここはスパルタの訓練場よ。ああなるほど。アゴゲが少年を成長させる。手を出せばスパルタが弱くなるだけよ。見殺しにしてもスパルタにとって良くない。狼も殺せないならスパルタにとって良くないわ。さあ家に行きましょう。いやー、わかりました。でもなんか普通のあのゲームならあそこで助けてれば厳しすぎるっていうね。少しも厳しくない。それに効果的よ。選抜されるとクリプテイヤになる。ありそうな感じ。夜の追跡者よ。夜の追跡者。スパルタが変わらないのには理由がある。厳格な統治よ。スパルタはラコニアを支配してるけど大半の住民は奴隷なの。到着しました。どれ、お、なぜレクサ。母さんすげえな、強引に進んでるぞ。なるほど。人の多くは安らぎに犠牲を払うものよ。多くがそうでも全員じゃない。スパルタに戻ることになるとは思わなかった。お、訓練中だ。母さんめっちゃ早いんだけど。いやー、ここまで来た中でもう15ロケーションぐらいあったよね。ここか、誰か住んでるね。ここは俺にとって唯一安心できる最初で最後の場所だった。槍をつかめる年頃になった途端、朝から晩まで庭で訓練をしていたわね。ニコラウスには褒めてもらえなかったな。本心はまるで違うのよ。夜になると決まってスパルタの希望の光だと言っていたわ。恨んでないとは言えない。でも彼の訓練がなければ今の俺はない。あの日のことは今も深い傷として残ってる。でも久しぶりにあなたとこうしていることでようやく本当に立ち直れそう。あの時はしょうがなかったと思うんだけどな。初めて妹を抱いた時覚えてる？怖しそうで怖かったよ。ありったけの毛布と枕でくるんだっけ。それでもきつく抱きすぎて息を止めてしまうって焦っていたわ。昔から頑丈なやつだった。誰か来たぞ。これはきっと目の錯覚だな。あ、久しぶり。久しぶりだな、ブラシダス。燃え盛るコリントスの倉庫から助けてやって以来だな。俺の記憶と違うぞ。ジャックバウアー。ブラシダス、噂は本当だったのか。生きていたんだな。死んだと思われた人の大半は生きてるわ。
家に帰ったと聞いてね。ここまで来て家にはまだよ。家を取り戻したいんだ。ニコラオスの訃報が届き、スパルタがお前たちの家を接収した。養子である息子に渡そうとしているが、まだ戦地から戻ってこないんだ。ステントールに？海岸で殺しておくべきだったな。取り戻すにはどうすれば？王たちと交渉してスパルタの市民権を得る必要がある。なるほどな。容易ではないぞ。なんか仕事頼まれそうだな。王たち、特にアルキデモス王はこの再会を喜ばないだろう。お前がスパルタを去るとき、あまり褒められるようなことをしなかったからね。鼻を折ったこと、まだ根に持ってるの？何？とにかく彼は忘れていない。だが許してもらう方法がある。それは？スパルタ兵たちが奴隷に武器を与えている。裏切り者を始末すれば恩を感じないわけにはいかないだろうな。一体なぜスパルタ兵が奴隷を助ける？奴隷の数はスパルタ市民を大きく上回る。ああ、なるほど。だが指導者はいない。大半が農場の労働者や使用人だ。彼らを束ねて武装させ訓練すれば。ああ、だから入り口のね、いたよね、いっぱい。だがそのスパルタが彼らを武装させてると言ったよな。だからこそ早急に手を打たなくてはならない。奴隷が武器を持つ理由を突き止め、王たちの気を引いてみせろ。そのスパルタ兵はどこに？エウロタス森林のゴラニ大理石採石場で目撃。大理石採石場多いな。兵士たちを見つけた後はどうすればいいんだ？スパルタ兵は指揮官に忠実だ。そいつを倒せば残りは消えるだ。なるほど。武器は？全て破壊しろ。先の鋭い農具を手にした奴隷でも手を焼くんだ。剣など持たれでもしたらいくらスパルタでも対処できない。なるほどな。任してくれ。無用な反乱を煽るスパルタの指揮官を倒す。そうすれば家を取り戻せるんだな。ふんふん。簡単じゃないか。片付いたら越剣の間で会おう。だろっかな。母さんは？ここは私があなたを育てた場所。そして私がレオニダスに育てられた場所よ。墓にお参りしてくるわ。あなたも行く前にそうしなさい。いや心配だな。なんかいそうだぞ。ラコニアの杖で、お、なんか普通に入手した弓さえも今装備してるので強いっていうね。はい、じゃあそんな感じでインベントリーで更新だけしましょう。じゃん、分解しちゃいましょう。あとクエストなんだけど、どうなってんだろう。そうだな、言われた通りに先にお墓参り行きましょう。どこでしょう。あ、めちゃくちゃ近いじゃん。このまま行きましょう。いやー、このロケーションがいっぱいあるから録画外での作業が楽しみだな。なんか出先でさ、なんかホテル泊まった時とかさ、サウナ行った時さ、とは思わなかった。他の場所では激しい戦いが行われてるのに、ここはひどく穏やかだ。うん、進めたりして結構楽しいんだよね。お、なんかクエスト発生してんぞ。レオニダスの中、本物の英雄だった。いつかは俺の像も作られるかもしれないな。レオニダス、スパルタ最後の真の英雄だったわ。その勇気がなければ皆ペルシア帝国の奴隷にされていたでしょうね。同じ血があなたの中にも流れているわ。忘れたことはない。俺には王の血が流れてる。あなたは傭兵などの器には収まらないわ。英雄であり力ある血の持ち主よ。私が言ったことを覚えている？大衆は自らのために権力を欲する。すべきことはわかるわね。そうはさせない。さあ槍を出して。パワーアップしたのか。ピティアなど知るか。小娘の話などどうでもよい。黙れ。お前の尊大な口ぶりにはもううんざりだ。スパルタは戦争をしない。ピュティアが
そう告げた。ピューティアはお前たちの言いなりだ。その娘は操り人形に過ぎない。クリーとは断ち切らねばならぬ。ああ、レオニダス、英雄の時代は終わるのだ。それとも自分の血は特別だと。お前を切り裂けばその血は地面にこぼれ、溝へと流れ落ちて消える。ただ人に過ぎない。ならば確かめてみるがよい。お前の命運は尽きた、獅子の子よ。クセルクセスが我らを導く。かの者が混沌に秩序をもたらす。どうすのか、こいつが。ピティアに逆らえば、お前を愛する者も、お前が守ろうとしている全ての者も滅びるだろう。呼べ。それはスパルタを欲するなら私が受けて立つ。ああ、すごいわ。これで分かってもらえたかしら。どうすればいい。運命を受け入れるのよ。手遅れになる前にコスモスの門徒を止めないと。レオニダスが命がけで守ったものが全て無駄になるわ。私たちの先祖は奴隷の雇い主と戦ってきた。再び戦う時だ。これはこれは、母と息子がスパルタの地でついに再会か。見違えたぞ。まるで地上に降りた神々のようだ。鼻が折れてる。光栄です。父君のことは無念でした。ああ、ここにいれば我々を見て誇りに思っただろう。王よ、アレクシオスを覚えておられますか。忘れるものか。妹を救うために命を投げ出した少年、なんという悲劇か。無実の子供が古代の無慈悲な法のために死に追いやられた。うん。あの日、死に追いやられた子供は二人いた。アレクシオス、やめなさい。王よ、お許しを。スパルタから長く離れていたのです。こいつか。誰ともだろう。母のような炎を宿している、はあ、いずれにせよスパルタはお前たちを失ったことで力を落とした。だから法を変える必要がある。同感だ。だがアルキダモス王は、彼はスパルタの法を全市民の胸に掘ろうというような人物だ。俺たち家族はスパルタの法に引き裂かれたんだ。アルタの方が俺を貶めた。彼が法を否定したおかげで今の俺たちがある。否定し命を落としたのは、死者について語るために来たわけではないだろう。メガリスでの父の出来事の後、スパルタが家を接収したと聞いた。それを返してもらいたい。言葉を慎まないか。スパルタの市民でなかろうとも、お前の王は私だ。私たちは市民権の回復と家の返還について話をするために、二人の王に謁見を賜りたいのです。よかろう。それは私の望みでもある。とはいえ、アルキダモスは例の花の剣で今もお前を恨んでいる。よっぽろだな。どうすれば耳を貸してもらえる。奴隷放棄の噂があり、クリプテイアがさらにそれを煽っているのだ、うん、容赦なく奴隷を殺し、家畜を盗み、通りで死骸を放置して腐らせている。そんな、世界で最も恐れられるスパルタ軍のクリプテイアが、高い規律と大胆さで肉体の究極を成し得た彼らですよ。かつてはな。だがクリプテイアは腐敗し残虐になった。少年に非武装の労働者を殺させる訓練など非道だ。家を取り戻したいのだ。ああ。よし。では、もはや無意味な虐殺は認めぬと奴隷たちに示せ。クリプテイアを探すにはどこから始めれば。真面目にちゃんと聞いてきます。二人の砦にいる。二人目はスパルタ人指導者の家の警備だ。三人目は足取りがつかみづらい。最後にいたのは奴隷の丘から西の村だ。三人の中で最も声が大きい。なるほど。母にも聞いたが、クリプテイアとは何だ。詳しく教えてくれ。影に潜みし者たち、幼い頃に選別され、アサシンか、盗み、
殺し、過酷な訓練を課せられる。そうして生き延びた者は王の護衛となるのだ。なぜ殺してほしいんだ。クリプテイアは長らく奴隷とスパルタ人との間の平和を守った。厄介者や脅威をもたらす奴隷を闇に葬ること。しかし最近のクリプテイアは理由も容赦もなく男や女、子供まで殺している。母親から赤ん坊を奪い狼の餌にする。もはやクリプテイアは冷酷な野蛮人となり、だといいんだけど理由があるんだろうな。アルキダモス王について他に知っておくことは。伝統的、冷酷、退屈。アルキダモスは民の幸福よりも古き習わしを尊ぶ。あの日もタイゲトス山で長老たちに味方した。クリプテイアを殺害して家を取り戻せるのならやってやる。いやー、なんかありそうだぞ。てんてけれんてんてんってならずに、まあ、今回はこれをちゃんと終わらせていきましょう。マップ確認しましょう。なんかめっちゃ遠くにあると困るんだけど、なるほど。じゃあまあとりあえずここ向かっていきましょうか。まあ、行く途中、あの工程、あれこれは、まあ、近いからこっち行きますか。まあ近くのとこまでほぼカットしてやっていこうかな。うん、そんな感じに思います。やっていきましょう。とりあえずこっち向かって、まあ、近くまでカットしますね。アルキダモスが習わしを信じるなら、クリプテイアを殺せばパウサニアスとの間に圧力が生じるのだ。時々ケファロニアが恋しくなる。全てが単純だった。マルコスの面倒事ですらな。ふん、早速やってきますか。ういっと。こいつか。さてさて。おうおうおお。いきなりバレちゃったわ。しょうがない、やっていくか。ほい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 。OK。まあ、いきなり達成されたけど、死体を確認とかはとりあえずないのかな。はい、まあとりあえず無視していきます。次の目的地に向かっていきたいと思います。はい、そんな感じでさっきのとこからファストトラベルで、船のとこまでファストトラベルで飛んでロケーション確認して、小舟でこれ以上行くのは危険だ。はい、そんな感じ。ここはまだいいんだよね。この後が、島の反対側なんだよね。ここもさっきと同じような感じなのかな。OK。よろしく。クリプタ。やっていきますか。なんか変なさ、お、いいんだよな、こいつらはいいんだよな。そこまでいっぱいいるわけじゃないんだ。知らねえ、行こう。めっちゃ殺人じゃん。はい、じゃあそんな感じで次がちょっと距離があるんでね。とは言っても、うん、
まあ、とりあえずここに向かって、ここチェックして、向かっていこうか。この辺に絶対船が止まってるはずだから、この辺行くまでカットしてやっていきたいと思います。おい、じゃあまあ行きますね。はい。そんな感じで先ほど行ってたところに到着しました。よし。うん、ちょうど見えますな。次の目的地はすっごい敵がいっぱいいそうだね。奴隷監視所だけど、どうだ、まあいいや、行きましょう。さて、まあこっからノーカットで行こうか。まあ、なんだかんだ言いつつも、20分ぐらい今時間が経過してると思うんだけど。うわ、めっちゃ追ってきてる。まあいいや。ムシムシムシ。また今度来る。で、向こうのハテナも気になるけど、多分ここ飛び込んだら、あ、船あるね。いい感じ、いい感じ。あの船いただこう。いいとこに船あんじゃん。オールジンズなら死んでたみたいな。ほんとさ、バルハラはわかんないけど、オデッセイはこれ死なないからね。めっちゃすごいわ。さて、240メーター先に何かあるけど、今はちょっと行くとこがあるんだ。もう次のとこが結構時間かかりそうな気がするからね。これでちょうど、動画的に30分で収まる感じなんじゃないかな。いやー、たったさ、この2年ぐらい、オデッセイがオリジンズより2年新しいってことで、この海の描写もね、オリジンズより一気に綺麗になったよね。また言うかな、この船だと壊れるぞ、みたいな。なんか、ところで転覆したら泳いでは戻れない。戻れるけどな。なんか船壊れ始めんだよね、これ。いやー、綺麗だよなー。あら、向こう側か。いやー、長そうだぞ。長くかかりそうだぞ。いい、よし。よし、行くぞ。230何メーター。わ、何があるんだ？はあ、何か墓とかあんのかな。ま、行きましょうか。プライサイ、砦。ただその80メーター先に、そのターゲット対象のやつがいるっていうね。でも、いつものコツだけどさ、隊長を倒せば、周りはなんとかなるからね。結構だいぶ近くまで寄ってきたぞ。はい。一応チェックしときましょう。あそこに穴がある。まだ発見してないのが。ないよね。登れない？いきなりバルそうな感じ。あいつか。いけるな？いける。いけるわ。一瞬できるわ。これできる。一応こいつも殺していくか。はい、目的地達成。ほい。まだ助けに来るから、お前ら。
また来ます。さてそんな感じでファストトラベルが飛べるようになったら一気に戻って報告しちゃいましょう。はい、報告しようとしたらもう一個あったんですね。腐ったスパルタ人を一人が善意を腐らせるということで、次のロケーションに向かっております。目的地的にはね、もうすぐ目の前なんだけど、ここね、とりあえず、まずここのロケーション、チェックして、したとこから再開しようかな。で、ここにいる人たちをちょっと殺していきましょう。はい、近くまで来ました。こっから見えないんだけどな。ついだ。ああ、ペルシアの王子ね。世界中に散らばるロケーションで見てきてくれっていうクエストがね、最初のケファロニアかなんかであったんだよね。2人いるな。まずここ行きましょう。すっごい景色だぞ。
はい。到着した。まあ近く行ったらちょっと多分ね、ラシダスが言ってた採石場だな。余計なやつもいるんで、しかもペル、マークついてんな。何やってんだ、ここの洞窟か、なんかあんのか、ここの辺の入り口に。あー、チェスト系は、まあ、後ほど。なんとか。戦いこの辺りのどこかに武器があるはずだ。狙いは一人のスパルタ兵だけで、他の奴らに気づかれなければ簡単だろう。指揮官を倒さなければ。まあそうなんだけど。さあ、スクリーちゃん、これで OK じゃない？まだなんかあんのか？ここになんかあるね。あは。なんか来たぞ。多分突進では無理そうだな。こっち向くよね、きっと。2体来たぞ。皆殺しにしてもいいんだけど。ゲージがあと2つしかないからな。距離があるからいけるか。距離があるからいけるね。これでゲージ貯めよう。まだ死んでないはずだから。あ、死んだ？死んじゃった、死んじゃった。まあ、こいつもちょっと殺しときますか。あ、いける。ゲージ使わずに殺せた。これで溜まるぞ。で、ちょうどこの方向に一体いるよね。二体いる。でもゲージ一個使って、左のやつは一発で殺せるから。で、こいつを殺して、ダメ？どこ？おい。よっしゃ。あ、来てんね。おい。おい。ゲージもうちょっと貯めたい。よいしょ。鬱陶しいけどな。全然裏切り者。ちょっと違う場所だったのかな。ちょっと行こう。ちょっと安全地帯まで行こう。破壊エリア。
だからなんか破壊できるとこがあんのか。うん、ホールよ2が向こうにいるけど、なんか変なクマさん来てるしよ。厄災から一気に回っていってみるか。全然何も破壊してないけど、奥の捕虜をとりあえず救出してみようか。うん、衛兵はこっちにめっちゃ向かってくるからな。やべえな。殺しきれない？来ちゃったな。久しぶりに殺しますか。クマが暴れてんな。しょうがない。あいつらがやってるうちにちょっと殺しちゃうわ。殺せるなら。よいしょ。サクッと。これで半分消えてるからな。オスに来る前に終わってくれればいいけどな。ちょうど死んだ。オッケー。ちょっと鬱陶しいから解除しとこう。めっちゃコスモスの音が聞こえるね。ああ、今わかった。武器のあれを壊せって言ってたね。まあ、ほとんど全滅してる感じだし、どこにあるかわかんないんだよな。これなんか初めてじゃない？今までだとさ、なんか、燃やせばいい感じだったんだけど。どれ破壊すんの？これ？これで2つ、あと4つだ。そういうことだったみたい。もうみんな皆殺ししちゃったじゃん。ついつい殺しちゃった。あとこの裏にあったよね。違う。あ、これか。これで2つ目だ。次はそれ。そう、うん、まあこの辺からちょっと時間かかると思ったら、なんかちゃんとよく見たらありますな、ゲージが。ゲージっていうか、どこにそれがあるかっていうのが。まあ全部ちょっと破壊したいと思います。はい、ラス1なります。で、これでスパルタの、これで報告すればいいって感じかな。どこだ？ここか。よし。じゃあ、とりあえず今回パートはここでちょっと終わっときますか。で、次回パートまでに、宿題じゃないけどね、この辺探索して、報告して、あれ？未発見の指導者いるぞ。うん、そんな感じのとこから再開したいと思います。とりあえず、お疲れ様でした。ありがとうございました。